平成30年の新潟成人式やってまいりました。今日はたくさんの方にインタビューして、これまでの黒歴史、そしてこれからの抱負を聞いていきたいと思います。あなたのマシンさすがでしょ。20歳になってから何かしたいことか。海行きたい。昨日もね、昨日も魚群がすごかったからね。こっちの海。あー先生、おめでとうございます。ありがとうございます。何か目標とかあります？新しい仕事場を見つける。やらしい仕事場。新しい仕事場ですね。やらしくないですね。じゃあ新成人送らさないでください。ご成人おめでとうございます。ありがとうございます。今日は私立に決めてきて、ツブロ、みんなツブロだね。俺これすげえ自慢できるぜみたいな。どうあっ、16だったから。なんか目標とか抱負とかあります？目標、結婚することかな。かっこいいね。母さんの話とかあります？うちずっと父親だけだった。弟とか姉ちゃんも好きで、3人兄弟でみんな悪いことになってしまう。いいね。それも助けてもらったんで、すごくそれは楽しかったです。いい話です。ラインもやっぱね、やっぱ強いし、これからどう返してるかなって感じで。もう大好き。今入っちゃったんですか？いや、オッケーオッケーです。だからこれからはもう今まで色彩を終わったことを演技してもらって、ありがとうございます。ありがとうございます。新たなスタートを切ります。来年から県外行くんで頑張りたいと思います。新成人としてこれまで以上に頑張っていきたいと思います。寝顔が綺麗な寝顔、女性になる。寝顔が綺麗な。でもいい。そう、めっちゃ陰物やから。で、仰向けで寝ちゃう人ってこと？しっかり顔上げて寝るんで、はい、顔下げて寝たいと思います。昼寝するときによだれ垂らしてる。結局寝るのを綺麗に寝ようってことね。新成人おめでとうございます。ありがとうございます。皆さんどういうつながりの中学一緒。俺こんなことやらかした。こんなことやるんですか？中学で童貞卒業。それ何ですか？銀です。銀のワックス。銀、あ、ワックスだ。いや、ワックスじゃない。バリバリしてる。染め子だよ。しかも注目すべきは、そう、気になったんだけど、その傷は何で付き裂かれる？その傷は、自分で一家的な。純が一発ギャグでしょ。いい、まあ、一発ギャグなんだよ。初めの一歩のブライアン・ホークの殴る、高村にめちゃめちゃ殴られて殺されそうになった時のぐらい。すごい。大丈夫。お前が夫婦間違いない僕です。俺を確実に殺しに来てる。うわぁ。高校行く時、高校の登校中の電車で思いっきり水っぽいうんこを漏らした。テストの日で勉強頑張ろうと思って、はいはい、早く行ったら電車の中でめっちゃお腹痛くて我慢しようと思ったんだけど、トイレ行こうと思ったんだけど、でもそれじゃ早起きした意味ないと思って、はい、駅まで頑張ろう頑張ろう思ってたらもうダメだと思って関谷駅降りて走ってトイレ行ったらトイレ空いてなくて、もうダメだって思ったら力抜けて。何を目標としてやっていきます？お腹を痛めないように。はい、はい、地元の駅のホームに、駅のホームトイレがあるんですよ。トイレ、その目の前で野口しました。トイレの目の前で間に合う。いや、あえてです。あえて帰るやつが嫌な思いするじゃない。あー、なるほど。あっ、臭い。やっぱ突っ張るのが男の勲章だと思ってる。あ、突っ張ることが男のだと思ってる。あ、もうさすが。すごい。まあ、いろいろ迷惑かけたけどよ。はい、サクラー出た。ありがとうございました。明日先生、ありがとう。新成人おめでとうございます。おめでとうございます。やっぱ20年間生きてきたから、ね、こんなことやっちゃったよ。こんな驚きあったよ。こんなことも自分で生きたんだよ。あんな不満だよ。言ったら言ったら言ったら、こいつと降りました降りました降りました。これからなんかやりたいこと、目標、何でもいいんだよ。なんかあります？違う男とやりたい。
い寂しくなっちゃったよ。寂しくなった。浮気をされないように頑張ります。あ、お母さん産んでくれてあんがとな。あんがとすいません、ありがとうございました。あ、ということでインタビューやってきました。今日からまた20歳が成人が増えたということで、これからみんないい国作ろう鎌倉ハーバー、ぜひ遊び来てください。何言ってんだろう